静岡のお茶農家の家系で育った私は、静岡の象徴である日本茶、これの美しさ、あとは茶園や製造過程、これを世界中のお茶好きに紹介したい。その日本茶体験をパートナーのサンドラと始めることにしました。それが日本茶業界が抱えている需要の減少、後継者不足の解決、これに少しでもつながればと考えています。 So welcome to this farm. So we are in Shizuhata area, which is located in the north of Shizuoka city, and about 8 farmers are sharing this farm, and they're making tea called Sencha. And now it's the middle of the second harvest season, so farmers are harvesting. And later I'm going to show you the behind of the scene of tea.So Sencha is the most common type of Japanese tea, and in the tour we brew Sencha with different style. First, cold brew, so that's tea leaves and adding just water. So that's the second one, brew tea with about 70-80 Celsius degrees.Third brew, we add genmai, which is roasted brown rice, into the teapot and serve genmai cha. And you can see and taste and smell the change from the usual sencha. That the third brew. So good. Good, and the flavor. That's not the end, and later, you will eat tea leaves after brewed tea, and we add more roasted brown rice, and also put some ponzu, which is shoyu, soy sauce, and vinegar. Through that.Process, and in that session we want to show like the how a sencha is unique. You can control the taste and the aroma, and also you can eat. So our business is called The Tea Bridge, and the vision is very informative as the nameAnd I met so many, not just me, Akira as well, we met so many people who want to follow the same thing. And we thought, we have knowledge, we have some resources, we want to be the bridge. Yeah. 榎本さんは茶畑で日本茶の勉強をする夢を持っていたサンドラを唯一受け入れてくれた農家さんでした。71だからね、もう息子が今45かな、会社辞めて、やればいいだけどね、景気が悪いからさ、お茶はね、だからなかなかやれっていうことは言えないよね、最近はさ、大手のお茶屋さんが、まあ、問屋さんがね、値段の価格のね、安いお茶欲しいよって言うわけ。まあみんなボトルに変わってきたよね。ボトル冷蔵庫入れてきゃそれでもお茶入れなくてもいいよっていう。労力的にさ、なかなか工場の、皆さんもさ、もう年齢がね、かなり高齢になってさ、作業はね、大変なんです。後継者がいないっていうのが一番の問題で、やはりなんで後継者が少ないかったら、やはりそんだけお茶をやっても利益が出ない。今の
消費者の皆さんが、まあ、お茶でありさえすればいいっていう、まあ、ペットボトルが、ね、流行したりまた抹茶に変わってきたりする中でやはりそのリーフで飲むお茶の、持ってる良さっていうものがだんだん、まあ、国民の皆さんに受け入れられなくなってきたのかな。その日本茶として、まあ、世界で回ってる部分に関してはやはり鹿児島には負けてしまう部分がかなり大きいですね。お茶飲んでこうホッとするってことはありませんか。ああお茶だって、そういうお茶をねみんなに飲んでもらいたいなと思いますね。農家が、茶葉を、収穫して、そしたらすぐに工場に持ち込みます。でそこで、重さを測ります。でそしたらすぐに貯蔵されて、もうそのうちその日のうちにすぐに、蒸すという工程に入ります。で蒸した、熱されたお茶を、乾燥させながら、そして徐々に、揉み込んでいくということを、複数の機械で、行っていきます。最後に、揉みながら形を整える。最終段階で、さらに乾燥させる。それによって、水分量がだいたい 3% ぐらいの、お茶、アラ茶ができます。片平二郎さんはお父さんの茶園を受け継ぎ、静岡でも有名な若手農家の一人です。僕14年前に就農してるんですけど、これが10年早かったら、15年早かったら多分僕こんなになってなかったと思います。なぜなら競争相手がいっぱいいたからです。匠のお茶を作る巨匠たち、静岡県内山ほどいますけど、なぜか後継者がいないんですね。そうなるとどうなるかっていうと、匠のお茶欲しくなったら僕のとこ来るしかないんですよ。なのでもう待ってるだけでいいっす。僕お茶なくなったらただのあの抜け殻になっちゃうんで、お茶があるから人生が豊かだし、いろんな人が寄ってきてくれるし、お茶のおかげで多分幸せな死に方をするんだろうなと思いながら生きてます。だからライフです。農家の高齢化に伴い、特に山間部で放置茶園が増加している問題があります。その中、石塚あさみさんは個人で放置茶園の再生に取り組み、その問題をインターネットを通じて発信しています。今全国的に放棄茶園が増えているということを、この放棄茶園の管理をする前までは、まあ、耳にするだけだったんですけれども、実際放棄茶園を自分で管理を始めると、まあ、大変だとは思ってたんですけど、想像以上にその雑草のこと、雑草がすごい生えていることだったり、お茶の木自体をこう再生させるのにすごい手間がかかるんだなっていうことを今実感しています。お茶どころ静岡にせっかく生まれたんだから、やっぱり地元のお茶っていうものをもっともっと知りたいと思って、興味を持ったところから仕事につながりました。今私が管理している茶畑は約2年ほど放置をされていた茶畑なので、かなりお茶の木がもう痩せてしまっている状態だったので、そのお茶の木を復活させるために、今お茶の木のだいたい高さが半分ぐらいに刈り込んでいます。やはり仕事を持っていて、そこと兼任して茶畑の管理をしているので、なかなかそのダブルワークというところが大変なところではあります。We want to help people not like he said only see the farm but fully emergeinto the actual process of tea, to look at the farm, to taste the tea, to meet the farmer, to see the factory, the whole process. I've learned many things and it was really, really good. I especially loved the Genmai cha. So yeah, it was very beautiful and the place here is very beautiful. So I'm glad I came here today. 外国の人が見えるなんていうことはさ、思っても見なかった。だけども
それが実際に、まあ、今年はね、結構な人が見えたよね。外国の人とも接したり、いろんな国内のね、お茶に関心のある人とも接したりして、まあ、多少こう視野が広がって、まあ、希望っていうかさ、勇気っていうかさ、まあ、そういうのもいただいたってことは間違いないね。うん、それは。